GTR 歴代名場面集。今から約20年前の日本最高峰の箱車レース、星野一義など名選手を退け優勝したのはなんとあのチームだった。グループ A。 天候は快晴、絶好のコンディションの中、各マシンはグリッドに整列。ポールはもちろん HKS スカイライン、羽は心なし緊張気味だ。作戦としては、絵にも描いたことなかったんですけど結果的にそういうことで、多分羽さんがトップで帰ってくるでしょうから、そしたらまあポジションをキープして一番上行きたいですけどね。スタートの模様を国光ドライブの STP 対3のコックピットから見ることにしよう。第一コーナーは HKS 日光強石カルソニックに続く4番手でクリア。しかしヘアピン進入のブレーキングで慎重になりすぎたのか、インをユニシアジェックスに刺され、直後につけていた BP トランピオにも先行される。一周終了、 HKS 羽はトップの座を堅持する。注目は2番手争い。第一コーナー進入で年尾のインに飛び込む影山、星野の欠場による戦力の低下を自らのドライビングでカバーしようとする走りだ。勢いに乗る影山は羽に肉薄する。熾烈を極める2番手争い。先ほどと同じ第一コーナー進入で、今度は日光強石年尾がカルソニック影山のインを狙う。それでも一歩も引かない影山。2車は互いに接触しないスタンスを保ちながらも決して譲ろうとはしない。これぞプロフェッショナルドライバーの戦いなのだ。4番手を争う長谷見と国光、両ベテランドライバーの戦いも注目。トリッキーなコースだけに一つのミスも許されない真剣勝負は続く。そうした混乱をよそに羽はトップを快走する。モーニングプラクティスでフレッシュエンジンが壊れ、決勝での戦いが心配された HKS スカイラインだが、今はパーフェクト。トップのままドライバー交代する萩原の表情に緊張が走る。ピット作業は全て予定通りに終了。HKS スカイラインはコースに向かう。1週間前の F3000 レースで負傷し、今回欠場した星野の代打を務めるオロフソンが影山から2番手の座をバトンタッチ。3番手の年尾がピットに滑り込む。しかし右リアのタイヤ交換に手間取り、第2戦に続き出遅れてしまう。続いて STP 対3、勝負はこれからだ。長谷見とともに91年チャンピオンを獲得した実力者オロフソンの追撃は始まる。91年、92年のチャンピオンである長谷見からバトンタッチしたユニシアジェックスをドライブする福山に襲いかかるのはドリキン土屋。昨年の菅生戦で派手な追撃戦を見せて3位入賞。前回の第2戦で念願の優勝を飾っているだけに、追撃は必要であり極めて攻撃的だ。トップ争いはといえば、日本のレースは久々の登場となるオロフソンの追撃が焦点となり、じりじりと HKS 萩原に迫っていく。その差は3秒。
レースも残り11周、萩原としてもどうにかしてトップを死守したい。しかしハイポイントコーナーで萩原は痛恨のスピン。目の前をオロソンが通過。 HKS スカイラインは再スタートしたもののパルソニックとの差は9秒。もはやこれまでか。3番手争いはといえばポジションを死守せよというピットサインを守ろうとする福山と、抜かせないならダートを使ってでも抜いてやろうという土屋の戦いはその後も続く。その戦いに決着がついたのは残り8周というヘアピンコーナー。福山のインを土屋がつくが、ここで両者接触。アウト側の福山は押し出される形でスピン。3番手争いに決着はついた。優勝目前、本来ならば湧き上がるカルソニックのピットに緊張が走る。9秒差あった HKS スカイラインとの差が次第に詰まり始める。なんとチェッカーまで残りわずか2周というところで、カルソニックスカイラインはデファレンシャルギアにトラブルが発生。リアから青白いオイルスモークを上げながらの走行となった。残り1周、ふらつきながらも必死に防戦するオロフソン。萩原としても自らのスピンによるポジションダウンを挽回しようと激しく攻め立てる。そしてハイポイントコーナー立ち上がり、萩原は見事にカルソニックスカイラインを捉える。10周ぶりのトップ奪還である。その頃ピットには3番手に浮上した STP 対さんが滑り込んできた。なんとユニシアジェックスとの攻防の最中、ラジエーターに飛び石を受けてオーバーヒート。無念のリタイアとなってしまった。最終ラップ大逆転を演じた HKS スカイラインがトップでチェッカーを受ける。このレースに焦点を合わせた HKS の見事な勝利であった。